こんにちは。ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ、日本育ち、わったわったしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ、韓国在住経験あり、仕事でたまーに行き来している日本人のヨッスイが、韓国の今がわかるアクポストコリアのニュースを韓国語と日本語でよって、日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。イエーイ。ついに始まりましたよ。ましたね、そして何人聞いてくれるでしょうかね。あ、目標5人です。目標5人。いや、ちょっとマニアックですからね、相当。いやー、というわけで、はい、ピョンチャンオリンピック、真っ盛りです。真っ盛りですね。なんだかんだでなんかやっぱり盛り上がってきましたよね。盛り上がってますね。ね。私も自分はこんなに熱中してみると思いませんでした。あ、そうですか。うん、何に、やっぱり、どんなところに。私もともとオリンピックも、ワールドカップも好きじゃなくて、はあはあ、やっぱり私韓国人ですけれど、小さい時日本に来てこっちで育って、でまた韓国に戻ったりとか、わったわった、うん、行ったり来たりしているじゃないですか、うん、そうするとよく聞かれるのが、うん、ね、日韓戦、ワールドカップの日韓戦とか、こういったワールドカップ、オリンピックの時もそうですけれど、うん、どっちを応援するの？日本と韓国どっちを応援するの？あー、興味津々に聞かれるんですけど、はいはい、あんまり好きな質問じゃないですよね。うん、だから、韓国人に聞かれるとわざと、うん、え、日本って言ったり、うん、なんかひねくれてるな。あとはもう、あ、もう応援してない、うちのってか見ない、うん、ってよく言っていて、で実際見ないんですよ、あんまり、あ、興味がないっていうふうに言ってたんですけど、さすがに今回はちょっと仕事の関係もあって、うん、結構一生懸命見ているんですが、うんうん、私は本当になんか新しい境地に達しました。なるほど。じゃあその新しい境地に達した光景という、はい、記事をでは読んでいただきます。はい、この기후이상한눈물을흘렸다그때고다이라가다가왔다보도에따르면당시고다이라는이상하게한국말로말했다잘했어、レース後イサンホは涙を流した、その時コダイラが、近寄った、報道によれば当時コダイラはイサンホに、韓国語で言った。チャレッソ、よくやった。日本スポーツ報知에따르면시상식이후가진인터뷰에서고다이라는그때이상화에게했던이야기에대해말했다난여전히널존중하고있다고말했다그동안이상화에게엄청난압박이있다는것을알고있었다이상화의노력에박수를보내고싶다앞으로도우러러볼것이다、日本のスポーツ報知によれば、受賞式後のインタビューで小平は、当時の、その時イサンファに、言ったことについて、述べた。私は、まだ、あなたを尊敬している、なんか、まだリスペクトしてるよと言ったんですね、と言った、今までイサンファに、これまでイサンファに、ものすごいプレッシャーがあったことを知っていた、イサンファの努力に拍手を送りたい。これからも、仰ぎ見るだろう。이인터뷰에서고다이라는2022년베이징올림픽에서도이상화와대결하기를원하는가라는질문을받았다이때고다이라는또한국말로대답했다몰라요、このインタビューで小平は、2022年、北京オリンピックでもイサンファと対決することを望むかという質問を受けた。この時小平はまた韓国語で答えた。몰라요。わかりません、知りません。고다이라와이상화는그동안얼음판위에서우정을나눠온것으로알려졌다이상화는경기후인터뷰에서우리는추억이많다누가잘됐든못됐든격려를서로많이해줬다면나오는내가일본에가면좋아하는선물을많이해준다일본식품들을좋아하는데나오가택배로자주보내준다나는한국식품을일본에보내준다그런추억이많다고말했다イサンハはレース後のインタビューで、私たちは思い出が多い、どっちが、で、どっちが勝とうが負けようが、どっちがよくできようが、うまくいかな、うまくいかないことがあろうが、お互い、たくさん励まし合ってきた、と言って、
なおは、私が日本に行けば、好きな、プレゼントをたくさんしてくれると。日本の、食べ物が好きなんだけど、なおは、よく届けてくれる。宅配で届けてくれる。私は韓国の食べ物を日本に送ってあげる。そんな思い出が多い。と話した。고다이라는이상화를언제나친절한사람이라고말했다월드컵에서내가1등한적이있다내가이겨서이상화는기분이안좋을수있는데공항가는택시도잡아주고택시비까지내주었다감사한마음이들었다상화는스케이터로서도대단히훌륭한선수다나는상화를내친구라고생각한다고다이라와이상화오いつも親切な人と言ったワールドカップで私が、1位になったことがある。私が勝って、イサンハは、あまり気分が良くないということも、気分が良くない可能性もあったんだけど、空港に行くタクシーも、捕まえてくれて、タクシー代まで出してくれた。感謝の気持ちが芽生えた。サンハは、スケーターとしても、本当に立派な選手だ。私は、サンハを、友達だと思っている。はい。いやー、いい話ですね。私本当に新しい境地というのは今回初めて、日本の小平も韓国のイサンワも頑張れて、両方頑張ってほしいって本当に思ったんですよ。日韓両方応援していて、で、日韓がったがったしてるといいことは、あ、こうやって両方応援できることなんだなって。すごく私今国境を越えた人になろうとしています。なんか本当に気持ちいい、なんか本当すがすがしい気持ちで、見れた、本当になんかこう二人の姿だったよなと思うんですよね。本当に日本でも韓国でも大きく報道されていましたよね。なんかね、そう、日本ですごくこう、こんなに大きく報道されるっていう、こんなになんかすごく好感を持って迎えられるっていうのが、実は結構意外というか、こういうなんか前向きなニュースがまだまだ、ちゃんと支持されるんだっていうのはすごく思った。まだまだ、やっぱり韓国は日本の選手に負けるってことはすごく嫌なはずなのに、それとも今回はもう二人に拍手を送っていましたよね。よくやった、チャレッソ。なんかね、なんか日本もそろそろ喧嘩に疲れちゃったのかなっていう気はちょっとあるんだけどな。やっぱなんか。喧嘩に疲れたからこういうニュースを見るととても嬉しくなる。なんかやっぱり怒りのエネルギーを燃やすのって疲れるし、ね、やっぱ本当エネルギー使うじゃないですか。いや、本当ですよ。本当にこうやってお互いを尊敬し合い、励まし合い、ね、高め合える部分になるといいですよね。なんかね、結構浅田真央とか、キムヨナの頃なんかは結構やっぱりどうしても、なんかやっぱりちょっとトゲトゲしくなっちゃった感じが、あるんだけど、本当に今回は、とても気持ちいい二人の友情を見ていられたっていうのが良かったなぁと思う。なるほど。いろいろやっぱりあると思うんです。まあね、イサンファだって、それは絶対勝ちたいだろうし。地元ですもんね。ねえ。地元で3連覇っていうのはしたことだろうな、本当は。結構、いや、私なんか結構、古いと言っても、じいさんではないんだけど、やっぱ、何十年か、ちょっともう行き来して何十年になるのですが、やっぱなんか、昔はまだまだ反日感情っていうのが結構強かったし、日韓仲良くしましょうねっていうふうに言っても、なんかやっぱり、韓国人は、心の底ではやっぱりなんか、日本って言うとなんかものすごい盛り上がってる感じがあったし、まあ逆に当時はなんかあんまり日本はそういうことに別に興味ないっていう感じだったけど、やっぱ世代交代であれしたんかな、なんかあんまり日本に対するすごいこだわりがあんまりなくなってきたんじゃないかなっていうのはなんかちょっと思うんですよね。だってこの間テレビ見たら韓国の子で、羽生くんの、羽生くんのめちゃくちゃのファンで、でも、日本語も覚えて、で、韓国の空港に、羽生結弦くんの迎えに行って、
さよみたいな。涙流してますね。そう。だから本当に韓国人が日本の選手を応援するっていうのってあんまり昔だったら考えられない、いられなかっただろうなって思って。なんかね、まあ、なんだかんだ言って、まあ、韓国人の好きな海外旅行、人気海外旅行先ってやっぱり大阪、うん、一番が大阪だったりしますから、ね、大阪ね。私のいとこたちも、うん、私東京にいるのに大阪に遊びに行っちゃって。そうそうそう。で、あ、じゃあ違う、京都へやるなって、この間電話かかってきて。あ、京都か、みたいな。そうだね、あっちの方が楽しいよねって。うん。なんかね、東京に、そう、なんか私の知り合いの韓国人も全然東京に来ない。みんななんか大阪とか札幌とか行っちゃう。そうやっぱ USJ 効果ですよね。うん。うん。USJ 行って、京都行って、大阪でお好み焼き食べて、っていうルート、うんうん。うん。結構ね、なんか、やっぱ向こう行ってもね、すごいそこら辺のこだわりがなくなってきたなって思う現象って実はあって、なんか、日本風家屋、いや、居酒屋ですね。居酒屋。はいはい。居酒屋自体はもう80年代から韓国にもあるんだけど、うん、すごい、日本風家屋。あ、なんか千と千尋みたいなやつですか？うん、そう。で、怪しいやついっぱい、怪しいやつというか、これは、で、やっぱなんか日本人から見ると、これは一体何の建物なんだみたいな気もちょっと思うんだけど、なんか要は木造で瓦葺きで、瓦葺きだったかな。木造でまあ本当にだから、いわゆる日本家屋が結構なんか、なんちゃって日本家屋がやっぱりソウルに結構出てきていて、いや、これね、本当に、昔だったら考えられなかったっていうのは、昔なんかそういうのってやっぱりなんか、あんまり、こう、いいイメージなかったんだけど、そう、なんか、で、そういう中で、日本風の居酒屋の食べ物を食べるっていうのが、やっぱなんかちょっとおしゃれというかトレンディーだったりするじゃない、今韓国で。うん。こういう時代が来たんやーっていうような、なんか、いや、ちょっとその昔、日本家屋保存、韓国の日本家屋保存運動みたいなのちょっと書かれてたことがあって、ただ、うん、そうそうそう、に至ってそのまんままだ残っていて、はい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 、で、やっぱなんかあんまりその住む人がそういう価値を、その残す価値を感じていなくて、まあ寒いからっていうのもあると思うけど、なんかそういうのを、一応なんか歴史的価値はあるんだから保存しましょうみたいなのを、うん、というのをやってた人にちょっと手伝ってたことがあるんですけど。クンさんですか？ん？クンさんもそうだし、俺が行ったのはポハンとか、あと割といろんなとこにあるよね。なんかね、それが最近は結構そういうのを観光名所として残そうみたいな、動きもやっぱり結構出てきてるじゃない。聞いたことある。あれがね、なんか、そういう、マインドになってきたっていうこと自体がやっぱり驚きで。ああ、そうですよね、うん。やっぱり時代は着々と世代交代が進んで、そういう日本に対する、こだわりというか、負のこだわりも薄れつつあるんじゃないかなと、やっぱり思った、そんな一幕でした。はい。本当に、日韓両国が彼女たちのようにあってほしいなと願うばかりです。ねえ、ちゃんまるくれよ。じゃあ次。はい。ジュジュさんがなんかすごくうるうる来たという、また違う意味でうるうる来たというニュースです。はい。はい。2月11日。だから、北朝鮮の、北朝鮮のその芸術団が韓国に来てコンサートをやった時の、その時に、少女時代の、ソヒョンが、一緒に出演して歌を歌ったという、要は南北共演が実現したというやつですね。そういうニュースです。韓に술단에11일서울국립극장공연에서깜짝하드는현송월성지연관을났던점과얼굴은소녀시대전멤버인승연의등장이었다일각에서는수많은아이돌가수중왜하필소연이나온것이냐는의문이제기되기도했다이에대해탈북자출신피아니스트김철군서울교대연구교수가한가지해석을내놓았다
北朝鮮の芸術団が11日、ソウル国立劇場の公演で、びっくりカード、北朝鮮芸術団の、11日ソウル国立劇場公演で、の、サプライズカードは、ヒョン・ソン・ウォル、サム・ジヨン、管弦楽団長と、ガールズグループ、少女時代、ソニョ・シデー、元メンバーのソヒョンの登場だった。一角では、たくさんのアイドルの、たくさんのアイドル歌手の中でなぜ、わざわざソヒョンが出てきたのかという疑問が提起されました。これについて、脱北者出身のピアニスト、キム・チョルン、ソウル教育大研究教授が、一つの解釈を披露した。12日、김교수는 CBS ラディオ김현정의뉴스쇼에출연했다。이날김교수는어제공연을직접가서봤다라며관현악단단원들이다선후배라울컥했다고밝혔다。12日、キム教授は CBS ラジオ、キムヒョンジョンのニュースショーに出演した。この日、キム教授は、昨日、公演を、直接行って、その場で見た。と言って、管弦楽団の団員たちがみんな、先輩後輩なのでもう涙が出た。と、明かした。이날김현정앵커는제일인상깊었던부분은소연이나와서다시만납시다를북한예술단과함께부른것이라고말한뒤왜하필소연이었는지좀궁금하다고말했다。이에김교수는소녀시대가북한에서는아주정말제일제일인기가많다라며북한예술단원들이선보인댄스도소녀시대를따라한것이라고말했다。この日、アンカーのキムヒョンジョンは、一番印象深かったのは、ソヒョンが出てきて、タシマンナプシダ、またお会いしましょうを、北朝鮮の芸術団と一緒に歌ったこと、だと述べた後、なぜ、ソヒョンだったのかとちょっと気がかりだと言った。これに、キム教授は、少女時代が北朝鮮では、本当に、とにかく、本当に、一番、人気がある、と言い、北朝鮮の芸術団員が、披露したダンスも、少女時代を、真似したものだと言った。と、김교수는アイドル많지만、단연소녀시대인기가있다。라며소녀시대에절제된군무가북한의현대와가장잘맞는다소비다라며소녀시대의인기를강조했다。またキム教授は、アイドルはたくさんいるけど、断然少女時代が人気がある、として、少女時代の節制された軍部、節制された集団ダンスが、北朝鮮の現代に、とてもよく合うトップだと、少女時代の人気を強調した。김교수는소녀시대멤버중에서도소연이무대에서한것에대해북한은약간얌전한스타일을좋아해서얌전스러운이미지가강한소연을택한것으로보인다고전했다。이날소연측은청와대에서당일연락이와서출연하게됐다고공연뒷이야기를전했다。김교수は、少女時代のメンバーの中でもソヒョンが、舞台に立ったことについて、北朝鮮は若干落ち着いたスタイルを好むので、そういった落ち着いたイメージが強いソヒョンを選んだのだと見られると、述べた。この日、ソヒョンサイドは、青瓦台大統領府から当日連絡が来て出現することになった後、公演、公演の、後日談を、伝えている。少女時代が北朝鮮で人気があるんですか？北朝鮮の、踊りと少女時代のあの踊りを重ねているっていうところもなかなか。いや、そう、しかもなんかその理由はダンスが。ダンスの、あの、少女時代のダンスが。確かにね、リズムがパッパッパッと合ってる感じ。いやーなんかね、その、そうなのかというしかないんだけれど、それにしても、でもやっぱりこれ私もニュースで見ましたけれど、ね、ソヒョンとあと北の歌手の方と一緒に歌って、で、あのウリエソワの通り、私たちの願いは統一という韓国で統一を願う曲として知らない人はいない。ウリエ
エスは눈덩이ですね。そうそうそう。そう、まさにこの歌を一緒に歌ってるのを見て、うん、やっぱりね、ちょっと涙出そうになりました。ああ、うん、やっぱりなんかこう、感慨深いものがあるんですか？そうなんですよね。やっぱり、今回、うん、オリンピック始まる前にいろいろ言われていたじゃないですか。うん、南北アイスホッケーの統一チームを無理やり作ったことに対しても、うんうん、だけど実際に蓋を開けて、うん、オリンピック始まると、うん、入場式の統一旗での入場も、うん、私すごい感動してしまったし、あーそうですね、この曲でございます、ね、レゲエバージョンだけど、レゲエバージョンだけど、あ、そうなんや。なんかでもほら、それは若い世代代表のジュジュさんでもやっぱりそう思うんですかね。うん、30代が若いと言っていいのかわかんないけど。いやでもね、この間ちょっと別の記事見つけたんで、やっぱりなんか若い人ほど南北統一についてすごい冷めていて、うん、これは、統一研究員の調査によるとですね、やっぱり、では南北が同じ民族だからという理由で必ず、一つの国家を、構成する必要はないって答えた、という質問に対して、これはですね、世代別に見ると、それイエスだという人がやっぱ20代 49.7%、ね、そう30代 43.8%、うん、でやっぱり60代以上は34とか、うん、このやっぱりなんか明らかに、やっぱなんかその世代的にはすごい、昔の世代はやっぱなんか一つだった頃を知っている人たちっていうのは、まあ、もう理屈じゃないんだっていう感じだったじゃないですか、はい、理屈じゃないんだ、もう俺たちは統一しなければならないんだっていう、なんかでもある種もう分断して今年で実は70年、なんかもうそもそも2つだったものが当たり前になってしまったっていう、そういう悲しい現実は、でそれをやっぱり若い世代もそういうもんだっていう感じで生きれてる、なんかそういう感じなのかなと思ったりするんだけど、でもそうですよね、韓国のニュース見てても、日本の韓国の人たちへのインタビューを見てても、私だけかもしれないけれど、とても良かったっていうふうに答える人が結構いたのが私が引っかかって。私だけかもしれないけど。統一旗行ったら入場でもそうだし、こうやって、日韓一緒、日韓じゃないですね。日だと、韓国と南北一緒に舞台に上がって、競技もそうだけど、そういった姿を見てみてもよかった。そういう意見について、これは私だけの意見かもしれませんか、とても良かったですって答えてる人が結構いたんですよね。その前置きが少し気になりました。やっぱりなんか世代的には、なんでみたいな、なんかそういう風に思っちゃうのかな。最初はそういう声大きかったですよね。なんか南北統一チーム、アイスホッケーで南北統一チームを組んだじゃないですか、あれもやっぱり、頑張ってきた韓国代表の選手たちがかわいそうっていう、なんかそういう意見もやっぱり出られなく、それで試合に大舞台に立てなくなるのはかわいそうじゃないっていうんで、結構やっぱり若い世代を中心に反発が大きかった。若い世代やっぱり今不公平に対する反発がものすごいですからね。そうですよね。なんかね、でもやっぱりなんかこう、開会式で、統一旗が、統一旗で合同行進したりとか、あと、まあ、こういう、ほら、日韓戦があったじゃないですか。はいはい。日韓戦なんか、日韓戦でやっぱりなんか、で、アイスホッケーの日韓、アイスホッケーの日韓戦というか、日本対、南北合同チーム、あれなんか見てると、あれで、あれが唯一南北合同チームが挙げたゴールだったんだけど。そうでしたね。なんか、あれなんかを見てると、やっぱりそれ、やっぱちゃんと盛り上がってるわけじゃないですか。なんか、こう、理屈抜きに、こう、
韓国人の心を揺さぶるものがあるのかなと思ったりするんだけど、それは世代を問わずね。そうですね。競技のチケットも全部完売してたって聞きましたし。結構スカスカっていう批判の多い今回のオリンピックですが。でもやっぱり南北の、あのホッケーチームの試合はソールドアウトだったらしく。なんかソウルに行った時、ソウルに住んでて、ソウルに住んでて、やっぱなんか、トンイルチョンマンデとか、うん、見物統一展望台、あれソウルから2時間ぐらいかな、なんか、のところにあるんだけど、やっぱなんか、韓国人の友達を連れて、うん、無理やり連れてって、行くと、こんなに近いところにあるなんて知らなかったって、やっぱ色気かかんじるものだったって。うん、やっぱみんな言うわけ。なんか、ソウルに住んでると結構普段意識することってないけど、やっぱ距離的にすごい近いところにあるわけだし、で、多分、これもなんか本当想像だけど、なんか、同じ言葉を喋っているんだけど、なんか全然考え方が違う人たちがいるんだけど、なんか大人の事情、大人すぎる事情で、もう、そこに行くことも、電話することもあって喋ることもできないっていうね。なんかそういう現実を、別にソウルに日々暮らしててそれを毎日意識してるわけじゃないんだけど、なんかの拍子にこう、そういう現実がやっぱ迫ってくることがきっとあるのかなと思ったりもするんですが。そうですね。私は単純に今の話聞いて思い出したのが、私、大学は韓国だったんですけれど、その時に兵役、韓国兵役に着くじゃないですか。で、結構前線の方に兵役についている先輩とかがいて、で、よく、なんて言うんでしたっけ、お見舞いじゃなくて、面会だ、面会。そうそう、面会をしに行ってたんですけど。面会、あ、そこ見よねか。やっぱり結構上の方なんですよね。で、結構前線の、近くの舞台で。ああいうところ行って帰ってくると、ああ、やっぱり分断してるんだよなぁ、なんて、思いましたね。なんかその、統一展望台見に行った友達もなんかやっぱり、覗き込んでいて、なんか結構こう、普段考えないんだけど、やっぱりなんか現実を持って、ちょっとちょっとなんか、衝撃というか、沈黙派だったというか、ちょっと、普段は見せないような、ちょっとこう、呆然とした表情を見せたりしてたので、やっぱりなんか、理屈ではない。それはまあ、日本とかだともう、違う国なのでちょっと距離もあるので、外国の、やっぱそれはあくまで外国なので、みたいな、そういう雰囲気にみんな結構冷めているし、いろいろ、思うんだけど、やっぱ、分断70年でも、もともと二つっていうのがだんだん当たり前になっちゃったにせよ、なんかやっぱり、同じ民族だっていうところは、最後はなんかそういうところが、なんか理屈抜きで迫ってくるものがあるのかなとちょっと思ったんです。そうですね。私の父なんか60代、まだ初めですけれど、なので、やっぱり統一を、望んでいる人でしたね。昔からそういう風に教わりました。そう。で、なんとなく小さい時の記憶で、統一が怖いみたいな話を私したことあったんですけど、へえ。そしたら、うちの父は、シルコチョコが兄だ、トミルコヘアハンだ、みたいなことを言っていて。もういい悪いではない、もう好き嫌いではないと。絶対統一はしなきゃいけないんだと。で、そう言われると、あ、黒くな、みたいな感じだったんですけど、そうだって。でも、大人たちにとっては、もう好き嫌いとかじゃなくて、いつか統一しなくてはいけないものだ、という考えだったんですよね。なんか、あれですね、ブラザーフッドとか、映画、テグキューヒナリミが、なんか、ああいうので描かれてるのは、なんかやっぱり、そういう、兄弟に分かれて、兄弟が南北に分かれて戦うみたいな、ほら、なんかそういうのだったりとかね。というわけで、チュチュさんが、はい、心を揺さぶられた、南北の話でした。
ところでいきなり一本目の話題に戻るんですけども、小平奈緒選手が、もう、次のオリンピックでも、次のオリンピックでも、一緒に戦いたいかみたいなことを言われたときに、韓国語で、もう、ライオって答えたと。はい。それはもう、で、もう、ライオと言われたというのを聞いて、なんか話題になっている、モルゲッソヨのオブジェのことをちょっと思い出したんですけど。なんかそう、ピョンチャンの、プレスセンターの前に立っている変なオブジェですね。よかったらググってみてください。モルゲッソヨ、なんか、ボランティアの人に名前を聞いたら、モルゲッソヨと言われたので、なぜかモルゲッソヨという名前が定着してしまったというあれですが、モルライオとモルゲッソヨの違いって、私結構長いこと行き来してる割には、あんまり結構フィーリングで、こう、やっちゃってるところがあって、モルライオとモルゲッソヨ。どう違うんですか？モルライオって言ったら知りませんっていう感覚かな。でもモルゲッソヨって言ったらわかりません。知りません。知りませんって日本語で言われてもちょっと冷たい感じしますね。知りません。わかりません。わかりません。池袋駅どこですか？知りません。なんかやっぱモルライオって返されるとなんか冷たいなって感じするんですか？モルライオって言うとそうですね。でもモルゲッソヨだと少し考えてから答えて、考えたけどわからないっていう風な印象がありますけれど。モルライオはもうなんかバサッと、そんなの知るかって。モルゲッソヨ。という感じなんですかね。そうですね。だから、本来だったらこの会見の場面で小平選手は、次回 の、ベイジンオリンピックですよね。時にどうしますかって聞かれたら、モルライオよりはモルゲッソヨって答える方が、多分この場では合ってたんでしょうけど、でもまあ彼女は、そんな韓国語を勉強してるわけではないでしょうし。多分なんかね、初級韓国語、韓国語講座初級とかだとやっぱ、モルライオっていう言い方で習うと思う、ね。あ、本当ですか？そうなんだ。モルライオ、ほら、要は、スンニだから、ヘスニ、コンブハムニダ、コンブヘヨっていうコツの、この活用を習う段階で、だから、モルムニダ、モルライオっていう言い方でまず習う。確か習ったと思う。だから、すごい結構、まあだから、外国人でネイティブじゃなくて、しかも、すごい、韓国上手い人じゃないからっていうんで、きっと、あ、なんか、可愛いぐらい、可愛いかどうか知らん、可愛いと思われたかわからないけれど、キヨウンハングンマルっていうのかな、なんか、すごく、それはそれで好意的に受け止められたとは思うんだけれど。あ、そうか。そういう日はディエや、あ、無理や。そういう日はディエや、あ、無理ですよ。なんか、無理よって言うと、やっぱなんか、ちょっと突き放してる感じがすると思うんですけどね。なるほどね。無理や。無理ですよ。そうですね。というわけで、ジュジュさんの優しい韓国語教室でした。知りませんとわかりませんの違いかな。これ結構日本語で言われても難しいぞ。その違いをちゃんと説明しろと言われても。誰かわかるか、知りませんって言うとやっぱりなんつか知識として知らないものは知らないから1か0の世界かな。やっぱわかるわからないは理解の問題だからとか。でも池袋駅どこですかって聞かれて、知りませんってあんまり答えなくないですか？ちょっと知らないものは知らないんじゃないかっていう気がするけど、道端で、すみません、池袋駅はどこですか、って聞かれたら、あ、知りませんって言ってスタスタ言っちゃいますか？わかりません。知りません。でも、道本当に知らなかったら、池袋駅がどこにあるのか知らなかったらそれは知りませんだけど、わかりませんって言うと、例えば、明日は晴れると思う、明日は雪が降ると思う、雨が降ると思うっていう、それは正直わからないっていう。わかりませんっていう。それは知りません。それは知識ではないから知りませんにはならない。だから難しい方向に行きましたね。ねえ、ぬにおげっそよ、ぴがおげっそよって言われても、もうげっそよ。もうだよ、そんなん知るかっていう。
ふうにも言えるけど。몰라요。うん。모르겠어요。あ、私はでもやっぱり知りませんと分かりませんの違いな気がします。なるほど。はい。というわけで、参考になりましたでしょうか。こんな感じ。こんな感じで、なんか、こんな感じでゆるゆる、だらだらとおしゃべりをしながら、韓国のニュースの記事を読んでいきたいと思います。それでは、はい、どうも、初めてやってみた感想どうですか？なかなか難しいですね。そうですね、難しいですね。私もちょっと緊張しました。はい。はい、それでは、今日はこのぐらいに、では今日は今待ちげすみだ。さようなら。